こんにちは、小田原急行 TV です。伊豆急行に209系車両を導入することが決定されました。209系2100番台は現在房総地区で活躍している車両です。131系車両の導入により一部車両が廃車になる中、伊豆急行への譲渡が決定しました。来春の運行開始を目指し、検査や改造などの準備が進められるようです。画像は伊豆高原車両区に到着した209系電車です。どのように改造されていくのか、今後の動向に注目です。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。